久しぶりに兵庫県丹波市に戻ってまいりました。懐かしの景色、年に1回はねこれ見ないとね、やっぱり見てください。皆さんこれやばないっすか。すげえよお前。語りたいところはねたくさんあるんですけれど、メインは写真なんでね、マジックアワーの時間は今しかないので、いろいろ写真を撮っていきたいと思います。はい、今日は850メインで使ってます。ずっと糸はちょっと重たいんで持ってきてないです。これがたかしくんの14ミリでね撮ってるみたいです。ということで、前景のこの草もちょっといいんですよね。青くてね、この綺麗な空と下の草も入れてみたいな感じで撮ってます。僕は逆に2470でちょっと望遠寄りで草入れずに撮ってます。あの辺りさ、空に浮いてる島みたいな感じで写せるやんか。あの辺りが結構好きなんでメインで撮ってます。あっちの方向からね太陽も出てくるはずなので、雲もほぼないんで太陽出てきた瞬間にね綺麗に見えてくれるかなと思います。うん、こっちはねまだちょっと暗いんよな。こっちねすごい大きな島があって、そうここすごいね竜の背中みたいな感じでね、来年ね辰年ということで年賀状にも使えるのではないでしょうか。ユーポス君からの年賀状楽しみにしてますんで、実は言うともう作っちゃってるんで、あのデザインは。じゃあ撮りましょう写真。とりあえずそうですね、今日ジンバル忘れたんでね。ちなみに今回は動画はたかしくんの新しいカメラ α7C2 とキットレンズの2860をつけて O22 10ビット 4K でねログ撮影しております。うん、まあ暗いんでね、ちょっとログのメリット多分ほとんどないと思うんですけど、まあまあ確かに ZFC よりかはね、はるかにこの階調はね豊かになるかなと。そうそうそう、キットレンズもなかなか小さくて使いやすいんですよ、ね、うん。キットはなんか後から必要だと気づいて追加で買ったらしいそんなやつおらんのよなちょっと2070書いていいですか。僕いいっすよ。14はもう堪能しました。俺も7200とかにしようかな。いっちゃうそれ。いっちゃうか。あかん、エグキレイエグキレイ。ちょっと待って、これ肉眼で見ていい？肉眼結構青いね、このホワイトバランス覚えとくわ。プリセット人間、プリセット人間の目で。あ、なんかカメラエラー出ました。行くさー、買い替えだな。だるいってもう電源切れんくなったって。これ望遠もしや。これ望遠です。お先でいいです。はい、ということでね、私今180ミリぐらい撮ってるんですけど、右にねもっこり出てはるんですね。もっこりはん、もっこりはんが出てて、かつ左もねちょっともっこりしてて、これ結構いろんな表情が撮れていいんですよ。こっちも結構ね表情出てきてますよ。鱗雲みたいな感じがするね。俺のカメラにピント合わせようと思ったらお前の目にピント合った。優秀デクサ。アクティブテーブルだね。すごっ。これ手持ちですよ。ビタ止めで割と適当って言ったらあれですけど、ざっくり持ってて。どうですかブレの具合。何の紹介これ。一つの山を400で切り取るっていう。はい、出た。ND 線もしや。いや、思ったで。もしやこれ ND 線ですか。ちょっとやっていいですか僕。ちょっと一旦見てみたい。77おる。77おらん。やっぱあれやな、冬って空気の澄み具合えぐいな。マジで奥の山澄んでるな。これはすごいね。77マジでおる。いや、おらんわ。くさ、こんな奥こんな綺麗に撮れたことあったっけ。ここでいいんすか、こんな撮らしてもらって。で、あったん。なんかついてたついてた。ポッキンさんのニュアンスエクストリームさん使ってね、 ND1024 しますわ僕は。はい、ピント合わせてからの方がいいっすね。それで、いや、てかもうさっき撮ってた山聞いててくさどこ行ったお前。お前だけ今回時間勝負言うてるからお前待って待って、これはかっこいいぞ。いや待って、俺見つけた。これ俺にしかできない構図かもしれん。俺もしたいそれ。まあ誰でもできるな。 ND1024 つけたら暗すぎてくさ。全てを無駄にしてないかお前。それ30秒でね、とりあえず30はもうバグやろこれ。 ND1024 の効果はいかに。結果発表もねさせていただきます。おお、どう？なかなか。バカいよ。なんそれお前。待って、うわ、やりたくなってきた。今からやるんすか。もう日のですよ。なんなんこの阪神園芸整備跡みたいな。ND しか勝たんすよ、雲海は。これはね、ND をつけずに普通に撮った写真なんですけど、シャッタースピード 0.8 秒ですね。そこそこ速いシャッタースピードなんで、雲もほとんど止まってる状態なんですけど、こちらがね、ND1024 をつけた上で、ISO も上げながら、シャッタースピード30秒で撮った写真なんですけど、なかなか違いますね。こうね、一気に雲が線になってるんですよ。まあ、4列ぐらいの雲になってるので、流動的なね雲海が長時間の子でね表現できてるかなと思います。ということでね、ちょっともうちょっとね撮っていきたいと思います。僕もね一応撮ってはいるんですよ。こんな感じでですね、下にね紅葉の曲線入れて、真ん中が霧に巻かれた山、そして一番上ギリギリ山の稜線を入れてっていう形のね構図。これね、上の稜線入れなくてもいいかもしれないですね。好みですね。先に言わないで、もうちょっと撮ります。もう来るよこれ日の出。めっちゃ雲色づいててくさ。20でずるいよな。お前も持っとんねんけど、変え
ずに20撮れるのずるいよ。いやそれはめっさわかる。70から20まで一気にいけない。クソ便利。それなフィルターとかも変えなくていいですし。パフカフ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 。はい、あげまーす。おい、どうもー。三脚の袋凍ってて草。これあれもしかして出てる？もちろん太陽出てる。出てるわ、出てるわ。あれ出てるわ、明らかに。めっちゃ肉眼で見ちゃった。目終わりっすよ、もうそれ。2分ぐらい見えないやつ。いいね、ちょっと今からハーフ ND の時間やね、うん。出てきましたね、完全に。皆さん見てください、このハーフ ND 越しの太陽。ちょっと雲がおったな、下に。確かに。先おらんかったね、うん。これ多分今めっちゃハーフ ND 気です。うん。1枚も撮ってないんですけど。固定で。めっちゃゴースト出る。いやくさ天候圏強すぎる。2070はね逆光耐性割と強いからね。マジこれも別に強いんけどな普通。そうなんすか。大三元やし。え、やばい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 。もう来てる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 。手持ち手持ちいけるなこれ。手持ちこれ手持ち手持ち前傾えぐない。前傾の紅葉。前傾ちょっとうわちょっとこれ24めんどくさい。はい20買ったこれ取れへんってこれは。どうだったろう。高橋君に任せます。ユーポス君これやばいっすよ。前傾紅葉入れつつのこのハーフ ND 雲海。手前の紅葉を入れつつハーフ ND 手持ちで撮ってますね。100点満点ね。完璧みたいみたいみたい。色味がえぐい、うん、こんな感じでね紅葉の立体感と太陽の光が当たってる雲と山と太陽と空。70ミリもえぐいんですよ今。太陽の右上に結構かっこいい黒い雲が出てて若干アンダー目で撮るとすごいね雲が目立つんですよ。下の雲海は照らされてるから太陽の光で、うん、その対比輝いてる下の雲と上の黒い。マジでこの雲の立体感やばいな、うん。いやこれはやばい。今入る。これはやばい。ハーフやばい。ちょっと雲散無償してきた。確かに。ちょっとこっちの方減ってきてますね。普通にこっちの方も巡光で当たってるんでだいぶ綺麗になってきましたね。ちょっと僕も撮りたい感じはありますね。あーこれよ。このシャッター音よ。普通25分の1になってた。ブレブレや。2470手ぶら補正強いって聞きますからね。これマジ4段ぐらいあるから。このシーツは7段。時代が違いますから。このシャッターフィーリングよ。60分の1とかが一番気持ちいい。ちょっと幅があるぐらいが。200とかやったらちょっと早すぎ。200やったらちょっと早い。ちょっと望遠だわ。なめ二大体制じゃないのお前。どこにお前の二大体制。ちょっと山登り重たい。まあ息揚々と二大体制してたね。一瞬で終わっててくさ。箱丸しか勝たん。フードつけてくれへん。クソダサい。ちょっと荒川さんといて。100分の1。外に出してるあらゆるもの凍ってるもんすよ。うん。ポケモンのシートダッサ。2人してポケモンやからな。偶然持ってたのかな。しかもどっちもダイヤモンドパール。世代バレするってお前。映え。映えよこれ。はい、ということで高橋くんがね、何しようとしてる感じですか。 ND っすね。うわ出た ND 戦。なんか変なことしようとしてますね。今回 ND しか勝たんすよほんまに。ダイナミックレンジやばいな。これでも雲の形登ってもこれ全部絶対不死やったら後ろ白紙みたいな感じやから、うん、服ですら飛ぶからこの辺飛んでんねん。結構雲動いてない。結構動いてんな。そう重たい。重いから三脚につけてる子ってさ。彼重いからまだ三脚につけたみたいな。やっぱおもろいな。毎年来て綺麗やけどさ、ね、雲の形ちゃうからさ、ね、撮れる写真全然違うよな、ね、結局な。はい、ということでですね、はい、本日は丹波市の黒井城跡にやってまいりましてですね、秋冬ですかねの雲海を撮影したということでね、いや最高でございました。お腹いっぱいです。もうお腹いっぱいです。もう満腹。もうちょっと今太陽でも隠れちゃったんですけど、しっかりとね日の出のタイミング、太陽光と紅葉とね雲海も撮れたし、言うことないくらい綺麗な雲海をですね今年もここで見ることができましたということで、いいですね。やっぱ雲海もこう日本一ですわ、うん、ってぐらい綺麗ですので、ぜひ皆さん丹波市の黒井城跡行ってみてください。はい、あとハーフ ND とか ND とかねあるともっと楽しめるかなと思います。あとセブンシーツもね、動画ちょっとどんな感じ映ってるかちょっと露出合わせてちょっと苦労してたんですけど、そこもぜひ画質楽しんでいただけたらなと思います。もうエンディングですけどもう一回見てくださいお願いします。ということでこんな感じでね今日の動画も終わりたいと思います。ということで皆様本日もご視聴ありがとうございました。少しでもよかったら参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。